添加装置ウィーン積んだ1870年製作の1代目の自動車1888年製作の2代目の自動車ジークフリートザムウェルマルクスはドイツ生まれのオーストリアの発明家で自動車開発の先駆者であるメクレンブルクシュベリーン自由国のマルヒーインにユダヤ系の家庭に生まれる1852年オーストリア帝国の首都ウィーンに移住した 1856年から1898年までウィーンで化学装置を製作する独立製造業者として働いていた。電気に興味を持ち、照明日誌としても成功した。主なイノベーションとしては、電信システムとダイナマイトプランジャーの改良がある。1870年頃、内燃機関を単純な荷車に搭載した。液体の燃料を使うよう設計されており、 ガソリンを使って駆動する世界初の自動車を作った人物とされている。この最初の自動車を第一マルクスカーと呼ぶ。1883年ドイツでマグネット型の低電圧点火装置の特許を取得。これを1888年の第二マルクスカーやその後のエンジンに使った。第二マルクスカーはこの点火装置と回転ブラシキャブレータの組み合わせが斬新だった。 1887年、モラビアの企業、メルキ・ブロモフスキーシュルツ・マーキー、ブロムフスキーシュルツとの協業を開始した。そして1886年に期限切れとなった、ニコラウス・オットーの特許の2ストロークエンジンと、マルクスの4ストロークエンジンを製造販売した。1888年から1889年、 マーキー、ブロムーフスキーシュルツは第二マルクスカーを製作した。その現物が今もウィーン産業技術博物館にある。このマルクスが作った自動車は世界中に知られるようになった。長い間、第二マルクスカーは1875年には存在していたというのが一般的な認識だった。しかし、今では1888年から1889年と、 いうのが確実とされている。1888年以前に完成していたという証拠は全くない。アメリカ機械工学会はこの自動車をヒストリックメカニカルエンジニアリングランドマークの一つとした。マルクスは16カ国で131の特許を取得している。しかし、自動車に関して特許を適用したことはないし、取得もしていない。また、 自動車を自分が発明したと主張したこともない。それでも1870年に世界初のガソリンを使った乗り物を製作したことは間違いない。ただし、有名な第二マルクスカーが1890年より前に走行していたかどうかは不明である。マルクスはウィーンのプロテスタントの墓地に埋葬された。その後、ウィーン中央墓地に遺体が移されている。マルクスは ユダヤ人であるため、ナチによって、その記録がすべて抹消された。ウィーン工科大学の前にあった、記念碑も撤去された。戦後、記念碑は再建されている。1950年、第2マルクスカーに、大幅な修復の手が加えられている。第二次世界大戦中、ドイツ宣伝省の指導により、ドイツの百科事典で、自動車の発明者の名がマルクスから、 ダイムラーやベンツに書き換えられた。ありがとうございます。